高橋由一チャンネル。日銀の物価目標 2% の共同宣言を見直しっていうのと、うん、日銀が長期金利の上限を 0.5% に引き上げっていうのが同時ぐらいに入ってきて、うん、これについて共同宣言で見直しをね、はい、もう先取りして日銀がやったってそんな感じがしましたけどね。先取り、うん、先取りっていうか、だから共同宣言の見直しっていうのはどうせ新しい総裁の時だから、多分来年になっちゃうんだけどね、うん、それを先取りしてなんかもう率先してやっちゃったって感じが私にはしましたけどね。黒田さんの記者会見を見たら、はい、利上げじゃないって言ってんだよね。利上げじゃないって言って、それはね、書いてあるものを見れば、長期金利をプラスマイナス 0.25、 はいはい、0プラスマイナス 0.25 の幅から0プラスマイナス 0.5 にしたっていうことだから引き上げじゃないって言ってんだけど、そんなのでもさ、誰が考えたって、じゃあマイナス 0.5 になることあるんですかっていうふうに言ったらさ、ないでしょ。だからさ、もう引き上げに決まってんだけどね、でも引き上げじゃないってずっと引っ張ってんだよね。だから私もなんか事実上の引き上げだって言うとね、引き上げじゃないって言ってね、黒田さんもそういうふうに言ってるっていう人もいるけど、こんなの誰が見たって引き上げですよ。当たり前だよ。 0.25 の幅っていうかね、上限 0.25 をね、上限を 0.5 にしたらね、はい、0.5 は上がるに決まってるから、うん、から引き上げですよ、うん、だから要するに引き上げしちゃったんだよね、はいはいはい、今のこのタイミングでやる話かなというふうに思いましたけどね。まあだからみんな驚いちゃって、はい、結果的にどうなったかっていうと、株価だって600円700円下がったし、為替の方もあれだよね、数円3、4円円高になっちゃったよね、はいはい、この番組なんか見てたけど、円高になると日本経済ダメだからっていう話して、はい、そのまんまだよね。そうです、うん、だからその株価っていうのは結構日本経済の将来を、まあ、予見してるというふうに思う時もあるから、そう考えると岸田さんっていうのはもうとんでもないよね。でこれはだから黒田さんの方は安倍さんから岸田さんに変わって、はい、安倍さん菅さんこの時は真面目だったんだけどね、はい、岸田さんに変わったらね、もうね、なびくっていうね、もう官僚そのままのね、体質だよね。あ、でひょっとしたらこの黒田さんのやり方ってね、黒田さんは昔、財務省でね、はい、主政局が長かったんだよね、はいはい、で主政局っていうのはね、税金上げるのはまあお仕事みたいなところあるからね、それでね、岸田さんが防衛増税したでしょ、はい、で思わずそれに喜んじゃって利上げしちゃったんじゃないかなって一瞬思っちゃったくらいですよね。これ半分ぐらい冗談かもしれないけど、でも黒田さんのメンタリティそういうのあってね、消費増税の時もすごく賛成してたから、ね、あ、そうでしたね、増税賛成なんだ基本的に彼は。だからその増税賛成で自分のところの利上げっていう風な発想になったかもしれないなと思うんだけどね。よりね、この話を細かく 見るとすれば、はいはい、今回の株全面的に安くなったんだけどね、はい、一部の業界は上がってんだよね。ここで金融業界、あ、出ました、銀行業界が上がってんだよ。利上げっていうのは銀行業界のね、はい、意図でもあるわけ。銀行業界は今まで金利が低くてね、はい、貸し出しで稼げないって言ってブー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 言ってたからね、これだから貸し出しの金利で稼い で預金金利なんて上げないからね、はい、そうすると銀行は儲かるんだよね、はい、だからそういう銀行業界の手助けでしょ。だからこれははっきり言って利上げっていうのは日本経済には悪いんだけど、はい、銀行業界にはプラスになるんですよ。でね、この手の話はずっと前からあってね、アベノミクスやってる時からね、はい、安倍さんとかにもね、年中ね、銀行業界の方がね、はい、低金利やんないでくれて、もう陳情すごくあったんだよね。そうなんです、ね、その度っていうかね、私ね、結構ね、安倍さんからね、はい、高橋さん今こういうの来てんだよって言って、ね、見せてもらったことあったけど、とんでもない日本経済がどうでもよくてね、銀行業界だけがね、自分たちが助かりたいって、そういう話をすごい言ってましたよ。で安倍さんでもそんなんじゃなくて、雇用が重要でしょと、はいはいはい、雇用っていうのは金融緩和して雇用が伸びるんだけどね、雇用が重要ですよって言って、その銀行業界の意見は聞かなかったですけどね、はいはいはい、でも今回岸田政権になってから妙に銀行業界の意見聞くんだよね。あ、なんかNISAとか言って銀行金融業界の方に媚び売っててね、はい、某副長官っていうね、財務省の人が出身の人がいたんだけど、某 K っていう副長官ね、うん、その人のお兄さんもね、銀行業界だからね。あ、そうなんですか。そうですね、へ、銀行業界のトップだからね、はい、だから銀行業界に非常に近いんだよね。もともと Z の人って銀行業界に近いんだけどね。あ、だからそういう風な銀行業界の偏重だから、岸田さんがまあZ の言いなりになってるってことと、うん、Z が銀行業界に関係者が多いってことと、うん、結構今回の話っていうのは気を一にしてる気が私にはしましたけどね。じゃあ銀行業界の方ばっかり向いて
てるっていう、うん、銀行業界が結構ばっかり向いてんだよ。まあニーサの話もそうやし、一回金融所得課税行ったらすぐ引っ込めたでしょ、はいはいはい、銀行業界なんだよな。あ、そうなんですね。基本的には金融界の話だからね、うん、だから金融界の方に結構向いてるっていうことなんじゃないですか。日本経済というよりかはね、金融界に向いてんだよ。あ、うん、これはね、日銀もね、事務局なんか結構そういうのあってね、はい、金融業界に甘くなってるから、はい、金融業界の話って、ね、よく聞きがちになるの。だからそういうのと日銀が利上げしたいっていうのは結構ね、同じような発想で出てくることがよくありますよ。なるほど。だからとんでもない話でね、これからだから岸田政権が増税利上げっていうのがね、すごくはっきりしたんじゃないですか、うん、今回のこれで、うん、防衛増税という話でついに牙を向いたし、はい、これで、まあ、黒田さんの方にもね言ってね、黒田さんもともと財務省の人だからね、はいはい、この利上げっていう話について、まあ、金融業界の意向を聞きやすい人でもあったからね、今まではもう安倍さんがガッチリ言ったから絶対にそんな素振り見せなかったんだけど、はい、まあ主が変わったから、あの急に急にっていうかね、今回この機にやったっていう風な、あの推測も邪推ですけどね、成り立つと思いますけどね。もともとその確固たる信念があってやってたわけじゃないっていう、まあ単流だからね、確固たる信念は増税には確固たる信念あるよ。そうなんですか。財務省の場合は増税には確固たる信念はあるよ、はい、で間違った信念だから困っちゃうんだけど ね、 そうですね。でもこれからの話を考えるとね、うん、この番組にちょっと言ったけど、はい、まあ長期金利こんなに上がったんだから上がりますよね、はい、上がりますよ、うん、だからそうすると変動金利の人のお気の毒ですね。そうですね、うん、これで次の総裁になったらもっと上がるかもしれないしね、はいはいはい、まあ、その終わりの第一歩かもしれないね、これ、ね、これはうん、これはうっちゃることはもうできない感じですか。まあ利上げは無理ですよ。利上げはもう無理、もう上がっちゃったんだもん。あ、無理だよ。だからこれはうっちゃうことはできないし、次の日銀総裁はこれをさらに強化する人が出てきますよ。なんかそれはもしかしたら次の総裁のための地ならしみたいなこともあるんですか。それはそうでしょ、次の総裁のためにね、あのいきなりが大変だからちょっと自分がやったってところあるかもしれないね。うわー、本当はやっちゃいけないことなんだけどね、はい、でこんな時に、インフレにもなってないしね、うん、そんな時に利上げなんて本当はとんでもない話ですよ。インフレになってるっていうふうに言う人いるかもしれないけど、海外と比べれば全くインフレ率は大したことないし、ね、せいぜい 3% ぐらいだから、ね、はい、こんなもんはあの普通のセオリーかと思ったら利上げしないですよ。これ高橋さんから見るともうちょっと我慢してればもっと景気良くなったのにっていう思いですか。全くそうだよ。だから例えばインフレ率が 4,5 ぐらいになって景気が過熱したぐらいに上げるのはそれはそれで私も分かるけれど、全然そうもなってなくて、この番組でも言ったかもしれないけど GDP デフレだっていう本当の物価の話はマイナスだもんね。そんな時にこんなことやる人はいませんよ。なんでもうあと 2,3 年が待てないんですか。うん、つい本音が出ちゃうんじゃないの。やっぱり金融業界助けたいとかさ、金融業界からいろいろ言われてね、はい、もうちょっと待ってくれればっていう感じが、金融政策ってビハインドザカーブって言い方するんだけどね、ビハインドザカーブっていうのは、まあ、あの金利曲線に遅れてっていう意味なんだけどね、うん、これはどういう意味かっていうと、ちょっと我慢してちょっとインフレになってもすぐ動かないで、はいはい、ゆっくり動きましょうってそういう考え方があるんだけどね、それが全く、まああのね、地金が出ちゃったんでしょうね、工藤さんもね。なるほど、うん、残念ながら、これじゃあちょっと来年に向けて暗いニュース、暗いでしょう。どんどんあのプラス要因は少ないと思うよ。どんどん暗い要因が、だから言ったでしょう、早く変動金利変えた方がいいでしょうって言ったのにね。この番組なんか結構親切に言ってる方だよ。そうですね、はい、もう今からでもちょっとまあね、はい、打撃はなるべく少なくしてって、ダメージコントロールも上がった方がよろしいんじゃないですか。1月14日土曜日、高橋陽一チャンネル講演会を行います。ぜひお越しくださいませ。